お前顔つき全然ちゃうな。大人みたいな顔になったな。お前若いっしょ。な、動画撮ってるで男の子。まあそうです。お疲れ様です。おーです。はじめまして。おーよろしく。お知り合いな。じゅんです。じゅん、あ、そういうこと。僕、中国名だとなんでちょっとバーンと当たってしまった。でもいいです。抱負はだな、今後どうしていきたいな。やっぱ自分で営業もやって、塗装もやって。勉強で営業やってみないでしょ。ぜひやってみたいですね、それ。お、やってみよう。はい、じゃあ、河合さん。これ越しにいたら、これ越しに。なんか今日パジャマみたいですよ。すごい、やる気なさげが。またやる気のない格好って言われましたね。サボっている。最近ヘルメットちょっとかぶってる。青木、誰かが降りていく。お疲れ様です。青木久しぶり。ありがとうございます。偉いな、ちゃんと安全帯もしてやってるなんてな。うん、笑ってるし褒められてる。安全帯も使ってやってる。偉い。お前顔つき全然ちゃうな。なんか痩せました。痩せました。なんか大人みたいな顔になったな。何歳なの。今年23になります。お前23か。お前同級生。お前23のガキっぽいな。なんで。ずっと何かの仕事ばっか。よそもやってる。よそもやってます。あ、偉いね。かっこいいじゃん。お前かっこいい。よそも仕事しとる。すいません。筋トレしたの。してます。こういうふうに飲んでる。飲んでます。もううちの、まあ、作ってるってうちのやつ。ちょっとそれをみたいな感じです。なんで。いや、本当にめちゃくちゃ好き。もうすぐ販売だぞ。まだ販売してないのに飲みを聞いてたの。担当のみたいな子も、はい、もともと筋トレのすごい趣味やった子を募集して、で2人ぐらい来て、そのうちの1人の子がメインにいろいろ動いてくれるんで。あ、そうなんですか。今日まで行ってくるとめちゃくちゃ美容にいい。俺のプロテイン週に2回プロテインの肌めっちゃスベスベなの。触って、ちょっと本当触って。でもちょっと汚いみたいな感じ。違う触ってって。じゃあ触ってって言うけど元知らねえしと思って。スビスビじゃね。別に普通一緒じゃねえと思って。みんないや、これ47だぞ。まあね。いや、分からん。その47歳の肌触ることないじゃないですか。アトピーで。でも普通にスビスビはスビスビ。動画見て買い取ったじゃん。ずっとかかんくなったじゃん。昔もっとひどかった。ひどかったよな、はい、必須アミノ酸とかそういうプロテインって結局タンパク質だから、結局体の臓器とか全部作るもんタンパク質だ、それを補充しそうだから体にいいのは当たり前だよね。肌にいいのは当たり前だよね。でやっぱなんか肌に悩みがある人、筋肉つけたい人とか、うん、いいと思うよ。お前若いっしょ。な、動画撮ってるで男の子。まあそうですね。お茶飲ましたよ。お茶飲めないよって言ったね。休憩だろ、もう昼飯だろ。もう昼時もう55分ですね、今。いいぞ。あ、うちさんでいいよ。はい、うちさんでいいよ。降りてこい。あ、嫁です。お前挨拶しんかい、これ。何歳なん。同級生。1個下です。おー、すごいじゃん、お前な。こいつ立派な親方だよ。お疲れ様です。おー、せーす。はじめまして。おー、よろしく。よろしくお願いします。一回お前そこでヘルメット取れよ。はい、そこでヘルメットとあれ安全帯外して、はい、うん、ちこいよ。今外します。うん、外してきました。はい、うちこい。ちょ、悪いっすよ。悪いっすよ。ずっと一緒に動いとるんだ。そうです。顔が映っちゃう。偉いな。元気よさそうじゃん。あ、地元港。そうです、港区です。お前港で、お前港の先輩としてもちゃんと挨拶しよう。そうです。しかも何も。そう、うわ、めちゃくちゃ後輩じゃないですか。内容中です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 。その内容通ってくんか、ほら。うわ、めちゃくちゃ嫌だ、内容の人。なんか被っても、かぶってもない、会ったこともない人に対して。なあ、お前ちょっとね、二人上司あんの仕事。まあ、頑張って切らせないように管理が通るの。はい、どれぐらいやったんですか。3件ぐらいやらな、なんだろう。そうですね、まあ最低3件。上司二人なのか、こう、かぶで、株してもらっとんのかな。株して別れたりもしてます。そっちの方がいいよな。まあ、ずっと上司だよ。やっぱ手待ちみたいな、やっぱ人格食っちゃうだろう。はい、あの視聴者、まあ、一般の人が見とるから、ちょっとこう一回、まあ、宣伝じゃないけど、まあ、これ本当リアルな塗装業界、これ塗装の職人さんとか足場職人さんだったらもう本当分かると思うけど、まあ、今民間ってさ、やっぱもう本当下手したらゼネコンの3次社員4次社員の方が単価いいから、もう本当に俺ら民間こうやって受けてもらうと直接だよ、もちろん民間同僧が直受けしようんだけど、で参加からもらった金額を何言って、従業員じゃないのと。で足場ってシールって1人ピルカでやってるけど、足場とシールってまだいいのはやりきりなんだよ、その日に。ああ、でうちもこっちも従業員だったわけ、もともと1日9000円ぐらいの従業員だったわけ、はい、
だけど従業員ってまあ働かんわけよ。休憩ばっかしてるらしいですね。そうそう、であの日って朝9時に出てきて半日とかさ、無駄にね、無駄にね。でも自分で言ったら全然違うの。まあそうですね、考えるよめちゃくちゃ、はいはいはい、じゃあ朝来て、まあ雨降るかもしれんで、こういう、まあ、もう前日ぐらいから考えるの、はい、で本当に10、まあ一般の方だったら13人14人ぐらいで終わらせたからな、多分そんなにかかってたらなんか、まあそ、まあ屋根ありとかでも変わってきますけど、まあ、ね、ああそうやな、まあ、な平均して、まあ、じゃあ屋根あって15人だとして、もう1日オーバーしたらもう赤字なわけよ、もちろん、はい、もう1日オーバーしたら、だから1回手直しのミスで、あ養生1回もう1回切らなかったとかなったら、給料でもよかったわみたいな、まあなるよな、ガソリン高なな、保険も払えなな、消耗品も自分たちも高なな、そうそう、そういうのも大きいよな。従業員だと道具なんこんなめちゃくちゃいい加減にするし、あれなくなったこれなくなったしょっちゅうから、お前あるぐらいつらいんだもんなあ、はい、マスカーどんどん上がっとんのお前らって必要ないのに買っちゃったりね、そうそう、中途半端やからコロコロ転がってるわけよ、みんな新品から使いたいもんで、だけど自分でやっとるとそういうわけになるんだろう、そうですね、あまあ例えばここは安いやつでいいかなとか、ここは高いやつで使おうとか、 あるだろ、すごいですね、同い年に思えないですね、同い年じゃないよ俺ら、じゃあ私が、あお前から私が、俺同い年じゃないよ、脳みそ、いや脳みそがするんですよ、そんな目はバカじゃないですよもう結婚しようしてないです、女の子はいますけど、子供子供いないです、まだちょっといいかなみたいな、いやまあ順序ってものがあるじゃないですか、絶対そんなこと考えてないですよね、絶対です、何年付き合うと、まだ長いよ、いやまだ1年ちょっとと思います、1年付き合う十分でしょ、うん、タイミングだぞ結婚なんか、まあまあまあそうそう、いやマジでタイミング、子供いますよ、子供4人、いや失礼です、4人、あ指輪か、かっこいいよ、まあ、頑張らなかった、そうですね、まあ内容では大丈夫あ内容も大丈夫、失敗しないから、何度もなりますよ、何度もなりますよ、何度もここハキハキしてな、うん、塗装職人しては珍しいじゃん、でちょっと青木さんとタイプが違いますね、ハキハキしよう、じゃあハキハキはしとるけど、なんかこんななんか元気なタイプじゃないじゃん、あそうだ、もそもそっとはしとるな、隠してます、隠してます確かに隠してそう、こんだけはっきりも昔喋れなかったよな、そうですね、あはいあはいで裏で割りますタイプでなんかしてそうしてそう、だってなんかミオが入りたての時は髪の毛もなんか社長がうるさいからって隠してたぐらいだからだからそういうタイプだから裏で裏で悪いことしてるタイプ、おーしっかりしようじゃん、イケメンになったよな、分かる、もともと別にそんななんかミオ知らないから昔は、でもなんか韓国のスターみたいなかもしれない、韓国では、韓国アイドル風の顔じゃない、韓国ではないそのなんか笑顔とかさ、韓国かな、韓国風じゃない、ちょっと近く、韓国ではない、ジュンです、なんで勝手に中国にされてる、ジュン、あ、そういうこと、ジュン、俺も韓国の歯、純日本人ってことじゃなくてね、純中国人、びっくりした、勝手に中国人にされたんかと思って、父ちゃんも母ちゃんも、はい両方、何でお前中国喋れる、少しだけ喋って、日常会話ぐらいで、俺も韓国語喋ってみるね、喋れるんですか、カムサムニダ、あーニハオニハオカムサムニダ、それしかわからんから、それ一生ですよ、だって普通に青木普通の名前ですよね、なんか中国人っぽい名前じゃなくて、でそれはかあの中国名もあるだろ、あります、免許証、免許証とかあのあれあの在日になっとんのか、その日本人として在日っすね、ああ一応だ、まああんだ、めっちゃ長いっす免許証の名前そう、なんて言う名前だろ、私も言いたくなかったら別にいいぞ、いや、まあ言ってもいい、何何僕、中国名だとワングイヤです、ワングイヤってちょっとバーンと思ったでもいいですよ、ニコなもんネタにされるもんでワングイヤってワングイヤネタにしてくれるもんで俺は違うんだ、もう日本生まれの日本人としてだから、あ韓国の子で持ってる子おるじゃん、ハーフでも、はい、あの在留カードみたいななんかあるから、ハーフ、それなんか純じゃなくてハーフ、母ちゃんがな、うん、お母さんは韓国、母ちゃんも韓国語喋れんからな、あんまり、私でも日本語も片言の時あるって言うじゃんなんか母ちゃん韓国語も喋れんし日本語片言とか言ってくれそう確かに、抱負はな、今後どうしみたいな、今後っすか、今後はやっぱ自分で取引してきたら、まあ、一般の人、はい、あマジ営業もやって塗装もやって、ああきついぞ、まあって言われて、そっちの方が儲からん、いやきついっていうのは中途半端にやるぐらいだから、はい、いや5人6人になって4チーム5チームになって、いやなんかさ、まあ例えばまああらりってあるからさ、儲かって見えるじゃん、
はい、客と直接やっとるやつって単価高いんだから。そうですね。だけどそれに対して営業管理動かなかったことあるでしょ、はい、でそれに対して保証書とかも全部発行しかなかった、はい、でそういう手間まで考えるとどっちかに徹底した方がいい。あ、チャンスが来たら行くけど、はい、規模が来たらな、1個や2個中途半端にやると、じゃあずっと管理の人動かなかった、はい、じゃあ堀川翔とか神田とかああいうやつだろう、一人抜くってでかいじゃん。そうです。お前がほぼほぼ現場に出れなくなるわけじゃん、はい、体力つけて、うん、勝負するときは一気に出た方がいいと思う。あ、そうです。でたまに知り合いとか声かけて自然と発生してくるもんはやれやいいと思うんだけど、はい、別に出る杭を打つから言っとるわけじゃないよ、はい、俺も自分でやっておく大変なの、うん、やっと形になったなと思うよ、みんなやるときは。あ、そうか。でも自分で受けていきたいんだ。まあ、そうです。やってみたい。会社を大きくしたいところだよな。まあそこまではまだ考えてないんですけど、そういう能力を身につけたいなっていうのは。そういうこと、はい、じゃあ現況で営業やってみるでしょ。そうですね。それはちょっとみたいな反応で。いや、そうですね。やってみる。3ヶ月勉強させてくださいとか言って人育ててさ、はい、2人3人とかっていい子がおるんだからさ、はい、任せるわって言って週半分にもいいじゃん。変わるとそうなの、週半分。自分の物件は現場管理やらせてください。その分に分にお金くださればいいじゃん。ああ、そうです。ここ打ち合わせから全部やるもんね、はい、契約以降は全部やらせてください。その代わりちょっと単価もらえないですかって。ああ、で2階同士も助かると思うよ。ぜひやってみたいですね、それ。お、やってみよう。はい、じゃあ河合さん、これ越しにいたら、これ越しにこれ越しにやってみたい。じゃあ打ち合わせから全部やってみたい。技能決め、はいはいはい、工程決め、そういうとこから覚えていくのいいんじゃない。でも塗装職人さんがやる方がやりやすそう。やりやすいし、足場とかやって塗装職人さんの方がやりやすそう。打ち合わせとかは手間はそんな食わんし楽だし。お前これあれだな、下なんかペギンとさっき気に入ったね。あれは錆止めの赤と中塗りの黒です。先に塗ってから養生してます。ああ、ことまでお前らやっとんの。はい、すごくない？また惚れちゃうんじゃない？営業できるようになったら。すごいな、塗り替えの。この養生も見て。これ若干23歳よ。こんだけ全巻きしてんねん、これ。すごいよ。これもすごいやん。こんな塗装見たことわかる？ないやろ。結構しっかりやる。おお、あいつ。お前映せるだろう、お前。いや、映せんのにこうやってアピールしてきちゃったから。これ、わざわざこれ錆止め入れて？そうですね。で、この黒は？中塗りの。で、ひどいところはこれ入れとんだ。なんでここだけ塗ったの？ここじゃなくて。あ、あの、ついてるだけです。あ、下に塗ったやつだ。下にな、これ塗るときにちょっとついちゃった。あ、そういうことか、びっくりした。俺ここなんかちょっとひどいところ、ちょっとなんかピッピッピッってやってくれてるのかな。あ、そうじゃないです。そうじゃない、大したことないね。下のやつが飛んだだけだ。惚れ直してなかったわね。でもこれ養生も見て、やっぱすげえよな。綺麗です。養生マジでこれすごいわ。いや、これがさ、全職人がこのメニューって本当にありえよ。10チーム、15チーム、20チームなんかな、今どこを開いてもこのレベルだからね。たまたまじゃないからね、これ本当に。この前も似たないさんがすごいって。いや、本当に俺突然来てるよな。そうですね。何月何日に行きますよとかないよな。はい、はい、じゃあ視聴者の皆さん、はい、今日は青木くん23歳、はい、ね、親方になって仲間と一緒に会社を大きくして、まあでもみんなそこからスタートしたよな。俺も、俺はまあトビだったけど、みんな最初はゼロだから、はい、だって本当にそうだな。お前なんか絶対社長無理やろって言われるから、ね、お前が社長なんかできるわけねえやって。実際できてないんだけど、あんまりいい人がおるだけだね。はい、また応援よろしくお願いします。お願いします。8月20何日だったかな。あ、ちょっとこれガイドラン貼ってきますけど、あの SNS 勉強が今度大阪決まって、でまあ東京名古屋の人は東京名古屋 もう翌々月ぐらいにやるようなのは言って決まっとったから、多分この動画が上がっとる頃には決まっとると思うんで、まあその地域の方で、でもう50人目指すってやってるんで、でちょっと本当にね、あの SNS の建設系の人とか結構呼んで盛り上がってますので、ぜひそっちも来てください。せーの、後ろ姿だけ言ってください。後ろ姿、はい、では手振ってな。せーの、まだ見てアピールすごいな、デレンクセに。デレンクセアピールって半端ないな。まあまあ強めだよね、あいつ。ありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまです。うん、ごめんね、止めますよ。